皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファークライ6のファミ通紹介をしていきたいと思います。革命の名のもとに、アントン・カスキロは残忍で、自らの行いは国のためだと信じ、楽園を再建して過去の栄光を取り戻そうとしている一方で、息子ディエゴを愛し、ゆくゆくは国を担う存在になってほしいと願う。そのディエゴはすでに自分の道を歩み始め、この国に葛藤を抱き、カリブ海に位置する島国ヤーラはまるで時が止まったかのような熱帯の楽園で、首都エスペランザは大統領によって軍事封鎖されていて、大統領を支持する人々と革命運動を進めるゲリラとのプロパガンダ合戦が繰り広げられています。指導者を信じるべし。アントン・カスキロはヤラにかつての栄光を取り戻すと誓いますが、そのためには代償が必要です。それはアントンを盲信することであり、彼が描く未来に従わない者は理不尽で無慈悲な力にねじ伏せられてしまうことになります。独裁者を信じるな。混乱に陥ったこの国で制圧に対抗し、暴君を倒してイアラを解放するための革命運動を続ける人々がいます。パワーバランスは完全に大統領の側に向いているため、あらゆる活動は簡単にはいきません。果たして解放の日は来るのでしょうか。シリーズ史上最も野心的なオープンワールド。主人公ダニー・ロハスは男女の選択が可能で、ギャーラで育ったダニーは軍を引退した後に革命運動に巻き込まれて、さまざまなゲリラに出会います。活動の舞台はギャーラ全土となっていて、村、ジャングルなど多彩なシチュエーションで激しい戦闘を行うことになります。シリーズ初の登場となる広大な市街地では身を隠しながら戦いを続け、総力を挙げての銃撃戦が展開します。手持ちのもので必要な物資を作り出して、巨大な敵にゲリラ戦を仕掛けましょう。型破りな武器や乗り物を駆使し、相棒のチョリソーダックスフンドや非常な元 KGB スパイといった個性的な仲間と共に立ちはだかる政権の革命を炎で焼き払います。というわけで、今回はこの辺でファークライ6のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録及び SNS での拡散をよろしくお願いします。